今日は我が家の閣下のご要望でアイリッシュコーヒーをお作りいたします。閣下のご要望なら致し方あるまい。視聴者様からのコメントで今までで一番難しいカクテルは何ですかと聞かれた際にお答えしたカクテルの一つがこちら。何より手数が多いカクテルです。実はまだ閣下がお飲みになられたことがないらしいので今日のカクテルになりました。何が手間かと申しますと、コーヒーを入れながらクリームを泡立てながらグラスを用意しながらウイスキーに火をつけるカクテルなので、一瞬ワンピースのハッちゃんみたいになりたくなりますが、残念ながら私には腕が2本しかございません。一つずつ着実にこなしていきましょう。コーヒーをセットしてボウルにクリームを入れ、カルーアなど好きなお酒とお砂糖、マージほんのちょっとずつ投入してバッチクソに泡立てます。途中でコーヒーを完成させるのも忘れなく、グラスを温めてザラメをぶち込み、ウイスキーを小鍋に投入して火をつけます。昔のいろんな思い出とともにグラスをドチャクソファイヤーしてコーヒーを入れ、最後にクリームを浮かべれば、アイリッシュコーヒーの完成です。できたよー。